いつもよりさらに強いな。いつも強いけど。来た、ついに来た。2023年開幕しました。あら、覚えゲーだ。ダウンロードして。あ、でも、ボタン押してもよかったかもな。ダイヤ磨き、お着替え、ダウンロード、フルコースやな。最悪だ。はい。停電勝ち合って、多分ハイブリさんと俺は勝ち合ったんだけど、勝ち合って、一回直った判定みたいなので、ああ、はいはいはい。なってたなって停電画面がなるじゃないですた。か。その途中でハイブリさんが切られてるんで、死体は展望デッキの配電盤前で超直近で殺されてますね。ミーティング3人いるはずですね。はい、ゲどンタケああ、どうぞどうぞ。ゲンタケオマ。ゲンタケオマだと思いますけど。ってことは、K さんが見てるな、これ。見てまはすね。い。多分シャワーメイン、電気のあたりに2人いました。僕はシャワーにいます。メケエレキ。あ、アドミン？アドミンです。ああ。エンジンで、ついてました？エンジン。エンジン僕見たときはついてないけど、アルマ君は僕コックピットであ、じ一緒ゃにあ、会っ富てるから。澤の通路かな？計算見たとき。あ、コックピットで一緒にドライブしてますね。あ、そうで、その後、コミュエンジンって言ってるんで。あ、了解です。消えてるタイムかもしれないです。すみません。はいはいはい。で、あと金庫がどっかにいたと思うん金だけ庫ど。私のはず。はい、すみません。以上です。宿舎前か金庫だと思う。で、それ、展望割りでした？展望2。ああ、いいね。で、ミーティング3と、その真ん中より右の2人は多分絶対できないから、そこは容疑から外していいと思う。誰か昇降機付近でヌーの音聞いたっていう人いません？いないか。僕、右行って、停電が一瞬勝ち合ったのあれがなったんで、左戻って、今、左側です。まあでも、動いてたら無理じゃない？あ、いや、僕は戻ってるんで、勝ち合ったのが治った瞬間に、ああ、戻りを押してる2か回使ら。ったってことですね。復したからね。だから、言ってるのが証明できない。ヘ音リプ聞いでてるきる人のは。誰がいます？パントさんの金庫とかが行って戻ったら別に私あり一応し。弁当はできでるもけそれっど。てさ、K さん切られそうじゃない？あ、まあそう、まあそう。あと、僕確かも一に、ア応ドミニ感を無じてき視して。て。これでも、なんか K そう、さんのアドミン情報的に、そう、展望2展望とキッチン1が分かれてるなら。展望2あ、だっそうたです、切そうらです。れ展た望人2で、は別人じゃない？人そう、展望2出てこない人で、メイヤもうさん私確定の、だ。メイヤさんのセルフみたいになっちゃうから。メイヤハイブリでいいや、たっていう話じゃなかったっけ？そうですよ。死体は映らないから、メイヤさんとあと1人誰かいるってこそう、といるから私それのが金犯人でしょ？庫確定するから大丈夫。そう。展望3から2になったとかじゃないんですか？もう展2、望 2？ あ、でも1周しか見てないよ、ああ、そういうちことなか。みに。最後の一瞬だけですか？最後、中盤ぐらい。なんか2、3秒前。ピンポンパンの。だとしたら、2、3展秒望前だ3っただら生と思きいてまんじゃすない？よ。お、なんかごちゃってきた。はい、悔いはないということ。緑、青、黄、緑、緑、青、黄。はい。おーい。あ、ごめんなさい。僕知らなかったですけど、死体映らないんですか？映今、らアなドい。ミン。あ、映らないけ映ど、らないんだ。あ、映らないけど、その超直近だったら別に生きてたと思うよ。だよね。だって死んで俺、即レポだと思でうも、んそので。場合って、なんか、キッチン武器庫とかにはついてなかったんですか？キッチン武器庫ついてなかった。本当にパッと一周しか見てないけど、ついてなかった。絶対展望は2。他の武器庫、キッチンはいない。でも、K さんの言うこと信じるにしろ、信じないにしろ、不適形にならない。計算視点でアルマが弾けるの？無絶理対だ弾と思かう。れる。そこが2でキッチンとかについてないんだったら絶対無理ですね、僕は。無理だと思う。計算の見たアドミンで、メイヤさんプラス1人がいるわけだから、それちがな多分みハイに、ブリッじゃあ僕、クリアにするために、僕、シェリフなんで。あら。おお。K さんの情報なんかちょっと、あれかなって、なんか3から2になる瞬間見てるぐらいじゃないかなって思うんだよな、中盤と即かだったんですよね、メイヤさんが。もう立ってる状態で、ほぼ立ってる状態でレポートなんそうなんで、だよね。
まあ、すいません、僕は本当に一瞬だけ見たその情報を言ってるだけなんで。ちなみに確認ですけど、今回 K さんって停電直しました？直しました。ああ、じゃあマットないのか。マットないです。ほう。ならもうローラーあれんじゃない？ケープでローラーこれ。うん。うん、メアサンシェリフなら。でも K さんのアドミンって結構さ、合ってる風だったんでしょ？だから一部嘘ついてる感じなんじゃないですか。まあ、そのままインポスターなんでローラーあれんじゃない？ミーティング3は、うん、事実なんで。へぇー。今減ってるし、見てはいたんだ。まあ、いいのか、じゃあ。まあ。あ、ちなみに場所はどういう思考なの？それは。まあでも、それしかないもんね。いや、Kさん、まあ僕はあんまりそのアドミをね、は全部見ないでさ、1.2 秒ぐらいしか見てなくて、情報出してて、で、まあ皆さんシェルフだったからだけど、まあ Kさん容疑者かーっていう感じで、僕クルーだからまあ、ローラーするんだろうけど。テストメッセサントさんとかじゃないの、うん、だってサントさんないでしょ、計算してんって。うん、なくはないけど、アドミンを無視してるってことでしょ、その。うん、そう。それが、アドミンを見てる計算を無視して、展望に切るし。サントさん、白出てんの。一旦スキップしていいですか。白というか、その場合、まあ、考えにくいって出てんのか。計算とす、両人外になる。いや、私の場合だと金庫まで移動できないと思いますけど。切って、メイヤさんが、僕だったんでしょ。金庫の位置のアカウントがずれることになると思います。あれなんだっけ、黄緑青緑じゃなくて、黄緑青ん、いやメモしてある、緑青黄緑全然違かった、緑青誰だ、バイボー、はい、うん、はい、コビーボタンです。なんかちょっと時間かけちゃったんでアドミンで。よく考えたらさ、ケイさんのインポスターってなくない？その切ってはないと思うんだよね。インポスターはないよ。あのね、計算と見てるんだったらあれだし、アルマはできないんですか？計算して絶対。届かないと思う。計算とハンドルタスクをやってて、で別れてコミュサボエンジンまでしか行けてなくて、でK さんがアドミン情報を見てるんだったら、K さんが切る場合はアドミン情報を見て覚えて飛んで切る。うん、でもその場合、うん、その場合だったら、僕を容疑者に入れるような発言をしてもいいと思うから、あんまり K さんを疑ってないです。K さんのさ、アドミンが例えば右が2個あるじゃなくて1個ミスってたか、どっかが微妙についてるとかはあるんじゃないですか。展望2は多分合ってると思うんですけど、自信ありそう。いや、まあ、うん、正直あるかもしれないですね。うん、右側は結構、ミーティングさんと展望的には、うん、バチコリ覚えてたんですけど。そう、1.2 秒だから。あ、でもね、右にいるのって MK 慎太郎だけど、うん、僕目線 MK さんの歴は全然不自然ではない。初手メイン分けで多分エレキネクタってるの見てるんで、うん、あ、その2人は一応初手見合ってるんですね、そう、メイン分けで明日は見合ってるのも見えてるはず。初手エレキに行ってるんだったらそっからさ、キッチン展望行って切るとかできないの、ムケンさんって。いや、初手はね、まあエレキじゃないんだよね、メインの。あ、違うんだ。メインのゴミ捨てと左下の弁当やってエレキ降りてるから。でもそれってメインから弁当でキッチンも飛べるよね。でもエレキ1がついてんなら、あ、まあそれが見間違いだったらできるってこと。あ、エレキ1が考慮したらもうダメだから、あ、もうじゃあとりあえずミーティング3には無理だってことにしといてください。じゃあなんかちょっと怪しそうな雰囲気が出てきたんで、そんな K さん人外ならイビルだったらアドミンの時間減らないからインポスターのみでしょ。いや、もう減るようになってる。減る。俺の知らぬ間に仕様がいっぱいあってた。わかりやすい、梅木さん、僕も同じ感覚。まあ一応その2回議前にプテハスさんに1票入れたの僕なんで、まあもしかしたらいけるかもしれないから言っときます。うん、いけるって何？いける。その投票は。ああ、メガヤさんがインポスターになったらっていうことね。ああ、うん、クレだったら意味ないけどね。なりません。はい。残念でした。クソムズだな、これ。めちゃくちゃいける。頑張れ。頑張りとしか言えない。ほう、
いや、ここは絶対命大事にだな。絶対命大事にだ。なんならダブキルサントス釣りでもいい。あら、ああ。貨物脇で上に行ってます、最初。キルクール開けてもう1、2秒の。どうだろう、コミサボ倒してるときってコミ開けるよね、確かね。うん、キルクール、うん、合ってます。これ結構直近だと思いますよ。あれ知り合って、このコミュ直してるとき開けるだったら、うん、ミーティングにプテタケゲンがいます。いや、はい、もうちょいあるな。ごめん、もうちょいある。あ、ごめん、シリフか。ごめん、シリフか。ごめん、もうちょいあるわ、多分。アルオマウメが貨物脇で、僕が給油をやってて、おまおじさんが下に行って、梅健さんは上に行ってるって感じだと思います。慎太郎エンジン分けで最後はメイヤ君の前にいます。コミ様の、うん、いますね。うん、めっちゃ怪しい位置に行って、アーカイブ行ってシャワー行って、シャワーでタスクして終わり。あれ、アーカイブ分け、私もアーカイブ分けだけど。あ、いや違う違う、宿舎脇でドゥーンで移動してアーカイブしたままです。あ、なるほど。だったら、え、最後シャワーで梅健さんを見てないですか。見てない。あ、でも最後か。アーカイブ分けファイル回収しに行ってる。僕は最後アーカイブまで到達できてて、右と下だけ空いてたから、多分梅健さんでそこ開けてってるんですよ。うんうん。ただまあいつ開けたかは分かんないけど、右と下空いてる。僕が取った時は開いてたと思うよ。ドア自体が閉まってなかったと思う。あれ本当ですか。でも僕が最後アーカイブに到達した時、多分左側閉まってたと思う。あ、うん、だから僕が通った後におそらくドアが閉まって、 M ケンさんが通ってってことになる。アルマ君の情報が正しい場合。ああ、そういうこと。え、誰ができるんだ結局。手は難しそうだね。僕と計算の間にいるのか、これ。じゃあ、僕は無理です。うん、竹尾さんも無理。その感じで、竹ゲンがミーティング。竹ゲンが無理。これ僕はゲンさんは見えてないです。ベントの中に挟まってない限り、アルケイで挟んでんじゃない？ヌンポク動かしてるし。計算ってシャワーの奥に行ってます？奥に行ってる。タオル回収してる。計算目線でメイン側に梅健さんが抜けてる可能性はないんですか？あり得る。あのタオルとか配線とかをやってるから、その間に計算全く疑ってないから。メインに抜けてる場合、俺がやばいっす。今メインにいるんで。うわー、わかんねー。まあ、一旦スキップ。なんか僕の視点からだと、なんか所定アルケイ二郎とかに見えるわ。うん、釣るならケイさんになっちゃいそうです、僕は今のところ。うんうん、うん、パッとないしね、直してるし。そうや、うんうん、帰ろ帰ろ。ってことにしよう。無理しなくていい。無理しなくていい。あん？ナイスナイス。こんなもん。怖え。あの、マジでキル取りに行こうと思ってたとかじゃないですかね、メイさん。同じタスク。いや、あの、怖えって、その、計算を釣るのが怖えっていう。ああ、了解です。うん。でも、その、2キル目の方もだいぶ絞れそうだから、うんうん、そうそう、結局だから KR で挟んでるって話なんで。それ以外の人たち、シャワーとメインの間って閉まってました？誰か取った人います？今回おまおじさんがメインだから、もしかすると分かるかもしれない。そこのドアがまあ閉まってら否定気味になるんやけど、それを見てる人がいないかなっていう話でしょ。そう、うん、それだったら慎太郎は大丈夫なんでしょ。ね、まあ、迷惑目線で僕は届かないとは思ってほしい。シルフから白出てるでしょ。白は出してないんだけど、またコミュサボの中に最後に来てるんで、その右側で見られてたんだったら多分無理だと思うよ。いや、でもね、慎太郎さんだった場合、おまおじさんがなんか見そうだから、梅健さんとか慎太郎さん、結局慎太郎さん無理だと思いますけど、この位置関係だったら。僕はもし自分が釣り位置に上がるんだったら、おまおじさんを対抗にします。え、初日やっぱり計算がマットメイト否定されてるんだったら、インポスターだったらアドミを見て飛んでキルしていることになって、僕に白を打つ意味がないと思うから。で、今回の2キル目のやつも、僕が情報出すまでおまじさんと梅健さんの情報出さなかったから、貨物脇とかの、うん、その前初手誰がやってると思うのある。マジで、え、チケじゃない、おまじプテアシ。
初日の容疑者は、まあサントスさんはどうなんでしょうね。サントスさんよりはチェケかなって思うけど、まあ初日はサントスさんかチェケよりで、2日目はおまおじさんだと思う。僕は計算白だと思う。おまおじさん最終どこにいるの？2日目メインの暗室にいますね。なんかアルマ君が怪しくなってきたな。いや普通に2キル目の容疑で僕疑っていいと思うんだけど、ちょっとごめん、遮らないでもらって。あ、ごめんなさい、すいません。私最後キッチンです。私ね、話さっきね出そうと思って遮られたけどね、最後浮いてるんで一応浮き位置です。私だから私も容疑者だと思います、正確には。これどうします？配置して歩けローラーとかどうすか？やりますか。じゃあ計算から行っていいですか。で僕コミサボ行くんで、コミサボ絶対来ないで。KR ローラー負けそう。じゃあボタン使ってるんで右行きますね。アルマくんって普通に2キル目の容疑で僕疑うべきなんじゃないかな。いや初日が白いと思ってるから、おまおじさんの方を対抗にあげたい。頑張れ頑張れ。多分リアクターだよな。これはいかない。多分ダブル半 PP だから。はい、頑張れ。大丈夫じゃない。頑張れ、いくぞ。うわあらまずい。マット生きてます。スキップします。ナイスナイス。アルゲンってことか。よかった生きてて。よく弁当こもるんで、連打とか切り合い負けないとか。シェリフいるんで、ね、そうシェリフいるんでお任せしますが。サントさんどこの弁当かくれます？あでも脇位置わかんないんであれですけども、はい、でも端寄りあんまり通路になるような。オッケーですね。端っこの方で、イビルでカウントされちゃうと思うんで。じゃあ、はい、一応アルマに入れておきますね。アルマ君はインポスターだからいいんだけど、でもこれアルゲンの場合初手キル誰？初手キルは僕ですよ。ん？ああ、K さんから白出たんか。じゃあ、いや多分ね、展望2が僕と麺屋さんだと思うもん。なるほど、ね。うん、うん、なんか。あ、入手します。入ろう。頑張れ。いや多分大丈夫、多分大丈夫。お願い頑張って。いや多分大丈夫。停電にしたか。いやいい、見なくていいから。あのね、相打ちでもいいから、相打ちでもいい、相打ちでもいい。頑張れ、うん、お、でもレポ入んない。いやナイスナイスナイス。オッケー、怖すぎ。みやさんに入れます。みやさんで、はい、いやー参った。ナイスキルでした。ファミキルナイス。いやナイスナイスナイス。まあそうか、まあしょうがないじゃないですか。ねドバイこれはお見事ですよ。はいはいはい。アルマくん届くんだ。アルマくん届くんだ。あ、ごめん、そうだ、シェリフいたのか。そうか。そうだよ。だから連打しながら走り回って。あー、ごめん、完全にシェリフいないと思って、もう普通に歩きましたわ。あー、いやそうだった。え、でも全然見つけられなかったから、俺も。あー。サントスさんのマットの勝率が、またぐんぐんと。あれ、確かに。2023年 100% です。今 100%。いいね。ゼロの男だ。なお、ただのキャリーだった。キャリーでした、本当に。何もしてない。